ちは、エサシ音楽チャンネルのユージです。今回は人前で弾いたらおうと思われるギターコードワークシリーズの第12弾をお届けしたいと思います。今回はキーが A で弾く感じなんですけど、押さえ方はこんな感じです。1個目は A アドナイスの、特殊なコードですね。で、次は A メジャー7の特殊なコードで、3つ目がこのコード。ちょっとね、今回のこの動画を作るにあたって自分で作ったコードですけど、見たこともないコードです。で、4つ目このコード、これも今回のために自分でちょっと押さえ方を考えた結果このコードが出てきましたけど、多分見たことないと思います。このコードこれをつなげて弾くとこういう感じなんですね。で、全部つなげるとこんな感じになります。すごい爽やかなサウンドですね。で、ちょっとしたポイントなんですけど、最初4弦薬指、3弦中指で A アドナイスを弾きます。 A アドナイスの特殊コードで、次にこの薬指で4弦、小指で3弦、これで A メジャーセブンスナイスの特殊コード、このコードチェンジができると、この運指でいくとすごいスムーズに今回のやつが弾けると思います。2つ目から3つ目にすごい行きやすいですね。そうすると、そうするとすごいスムーズに全体がつながります。まあ、もし1個目から2個目がちょっとこの小指使うの大変だよって方は、一番弾きやすい指で大丈夫です。僕は小指を使うとすごいチェンジが楽なのでこう弾いています。はい、今回のギターコードワークいかがだったでしょうか。いいなと思ったら自分のギターで弾いてみてほしいなと思います。結構ね、弾きながら喋るの難しいんですけどあ、できました。はい、今回もありがとうございました。ユージでした。バイバイ。